世界史上最も高額な紙幣とはいくらなのでしょう。日本で流通している一番高い紙幣といえば1万円札である。では世界の歴史上最も高額な紙幣はいくらなのでしょうか。答えはハンガリーで1946年に印刷された紙幣で、金額は10外ペンゲーです。外とは馴染みのない言葉ですが、超の1万倍が K、 その K のさらに1万倍が外である。数字にしてみると10の21乗となります。信じられないほどの大きさの金額なんです。ヘタレ芸人のヘタレとはそもそも何のことか。弱々しく気力に乏しい様や、そうした人のことをヘタレと言います。その起源は上方、大阪の落語界にあると言います。落語家には見習い、前座、二つ目、真打ちという身分があるが、上方では前座のことをヘタレと呼びます。二つ目に昇進できるにもかかわらず、わざと前座に居座り続ける落語家のことを示すそうで、へを垂れるという文字が当てられることもあります。なおヘタレの語源にはヘタるという動詞が変形したとの説もあるそうです。ガムとチョコを同時に口に入れると一体どうなってしまうのか。ガムは唾液の水分では溶けることがありません。そのため口の中でいくら噛んでも溶けませんが、同じ有機物の油類と混ざった時は話が別なんです。チョコレートにはココアバターという口の中の温度で溶ける柔らかい油脂が含まれているため、ガムを噛みながらチョコレートを食べると、この油脂がガムを柔らかくして溶かしてしまうんです。同様に髪の毛にガムがついた時は水で洗っても取れませんが、ムースなど油脂でできているものをかけると簡単に取り除くことができます。オリンピックの IOC のバッハ会長、バッハとは日本では苗字としては小川となります。小川会長ですね。食事をした後にケーキなどを食べる際に、ケーキは別腹よなどと言いますけども、別腹は実在します。腹いっぱいになっても好きなものなら食べられてしまうのが別腹です。言い訳として使われがちな言葉ではありますが、実は別腹は本当に存在します。一つ目は感覚的なもの。人間は同じ味のものを食べ続けると満腹に感じるため、デザートの甘みのように脳が新たな味を感じた場合、食欲がよみがえります。もう一つは実際に空きスペースが誕生するというもの。たとえ満腹でも美味しそうな食べ物を見ると胃が盛んに活動を始め、先に食べたものを少しずつ小腸の方へ押し込んでいく。すると胃の上の方に新しい隙間ができるんです。回転寿司はなぜ時計回りなのか。回転寿司が日本で誕生したのは1958年、昭和33年頃のことで、1970年昭和45年の大阪万博の出展をきっかけに全国へ普及したと言われます。多くの回転寿司のレーンが時計回りなのは、日本人の7割から9割が右利きだからという説が有力なんです。右手で箸を持つため、
左手の方が回ってくる皿を取りやすいというわけなんです。また左手で皿を取る場合、流れてきた寿司が自分の好みのものかどうかを判断する時間が右回りの方が長く取れるという点も理由に挙げられます。さらには日本人の利き目の多くが右目だからという説もあります。地球最強の生物は体長1ミリのクマムシ。体長たった1ミリほど、ミクロの世界の生き物であるクマムシは地球最強の生物である。8本足の無脊柱動物で、道端の苔の中から南極のような極地まで世界中に広く生息しています。このクマムシの生命力は半端ないんです。マイナス200度の超低温、100度以上の高温、さらに高濃度の放射能や真空空間など、どんなに過酷な環境にいても生存可能な体を持っているんです。その強さの秘密は感敏と呼ばれる可視能力にあります。クマムシは過酷な環境になると体を樽のような形に変えて可視状態になります。この状態になると、たとえ炎で焼いても高水圧をかけても死ぬことはありません。あまりのタフさに業を煮したスウェーデンの研究チームは、人工衛星にクマムシを乗せ、強烈な放射能が飛び交う宇宙空間に野ざらしにしました。だがそれでもクマムシの一部はちゃんと生き残ったんです。コーヒーの飲みすぎで死ぬこともある。集中力を高めるなどの効能があるカフェインは、日常的に口にする食べ物や飲み物にも幅広く含まれている成分です。ただし大量に摂取すると中毒を起こし、最悪の場合死亡するリスクもあります。アメリカ食品医薬品局 FDA のガイドラインによれば、カフェインの安全な摂取量は1日約 400mg までです。これはコーヒーに換算すると普通のコーヒーカップで約4杯分です。コーヒーを定期的に飲まないと頭痛がする、集中できない、気分が落ち込むなどという場合、慢性のカフェイン中毒である可能性があるため注意が必要です。エナジードリンク、ものすごい大量にカフェインが入っておりますので、簡単に致死量に達してしまいます。くれぐれもエナジードリンクを飲む際はお気をつけください。アルベルト・アインシュタインはノーベル賞の賞金を離婚の慰謝料に充てた。相対性理論などで知られるアルベルト・アインシュタインは1921年にノーベル物理学賞に選出されます。しかしアインシュタインは同賞を自分が受賞することを見越していたらしく、その賞金を慰謝料として渡すことを条件に、1919年一人目の妻であるミレーヴァと離婚しています。アインシュタインの浮気によって夫婦としての信頼関係はすでに破綻していたものの、妻のミレーヴァもアインシュタインがノーベル賞を受賞することは信じていたようで、相対性理論の論文作成を手伝ってすらいたと言います。ノーベル賞のアインシュタイン、アインシュタインをよく知りたい方はアインシュタイン雑学をぜひご視聴ください。オリンピックのことを初めて五輪と呼んだ人、
オリンピックが最初に五輪と表記されたのは1936年、昭和11年のこと。考案者は運動部記者としてオリンピック報道に携わっていた読売新聞記者の川本正信氏だった。新聞の見出しに掲載する際、オリンピックだと6文字で長いため、どうにか略せないかとの相談を受けた川本氏は、5つの輪がシンボルマークだったことから五輪大会という言葉を思いつきました。実際同年8月6日付の読売新聞には、五輪の成果に首都再建という見出しが躍り、その後広く使われるようになっていきます。女性が目元につけているアイシャドウは実は虫除けだった。目元に陰影をつけ、顔全体を立体的に見せる効果があるアイシャドウ、その歴史は古く、紀元前3500年頃のエジプトの女性はすでにアイシャドウをしていたと言われています。当時エジプトのナイル川ではハエが大量発生して、人間の目から出る水分を求めてハエが集まり、眼病になる人が相次ぎました。そこでハエが目に入るのを防ぐため、人々は目の周囲にアイシャドウを塗るようになったんです。アイシャドウには虫除けのほか魔除けの役割もあったといいます。アイシャドウの風習はギリシャ、ローマ時代にも継承され、後にベールで顔を隠すアラビア女性のおしゃれとして継承されます。一般に普及するのは20世紀半ばになってからなんです。お掃除ロボットのルンバには地雷探知の技術が応用されている。自走式ロボットの掃除機の先駆けとして世界中で大ブームとなったのがアイロボット社のルンバである。アイロボット社はアメリカのマサチューセッツ工科大学で人工知能を研究する3人の科学者が1990年に創業、その翌年には地球外探査とロボットを開発、1996年には地雷探知ロボットを開発しています。同社が開発したロボットは2001年のアメリカ同時多発テロや中東の第二次湾岸戦争、さらには2011年平成23年の東日本大震災の原発事故でも活躍しております。ルンバの初号機が発売されたのは2002年のことです。決められたエリアをくまなく動き回る地雷探査ロボットの技術、宇宙探査ロボットの人工知能を掃除機用に進化させて誕生したのが皆さんの知っているお掃除ロボットルンバなんです。人間の心臓は一生で約28億回拍動するんです。心臓は左胸に位置する臓器で、体全体に血液を送り出すポンプの役割を果たしています。その大きさは握り拳ほどです。重さは通常 200g から 300g、 4つの部屋からできており、右上の部屋を右心房、右下の部屋を右心室、左上の部屋を左心房、左下の部屋を左心室とそれぞれ呼びます。心臓は1分間に70回から90回ほど伸び縮みすることで、毎分5リットルもの血液を全身に循環させています。つまり1日に約10万回、一生にすると28億回も動き続ける計算となるんです。4分33秒何もしない音楽があるんです。
音楽とは文字通り音を楽しむものです。しかしそんな常識を覆す音を一切鳴らさない曲が存在します。その曲を作った人物はアメリカのジョン・ケージ。禅の影響を受け龍安寺などの曲も残しましたが、彼の代表作として知られるのは4分33秒という曲です。4分33秒ただ黙っているだけなんです。音がなければ人の呼吸や空調など普段は意識することのない音に聴衆は心を向けます。つまりその雑音こそが音楽であるということなんです。ネット上で最も無防備なパスワードは123456です。パスワード管理アプリを提供するアメリカのスプラッシュデータ社が2015年の1年間に流出したパスワードを分析し、パソコンを用いたインターネット上における最悪なパスワードを発表いたしました。それによると最もハイリスクなパスワードは連続する数字123456、これが最もハイリスクなんです。2位はパスワードという言葉、3位は123456789です。4位はアルファベットで QWERTY と続きます。 QWERTY とはキーボード上のアルファベットの一番左上の字から右にキーボードを押しただけのものなんです。いずれにせよ数字の安易な羅列や分かりやすい言葉が目立ちます。しかも1位と2位は前年と同じ順位なんです。調査会社は12文字以上で数字と文字を組み合わせる、同じパスワードを使い回さないなどを推奨しております。トイレで大きい方をするとき最適なのは考える人の体勢なんです。洋式トイレでどのような姿勢で排便するかは人それぞれでしょうが、最も便が出やすい姿勢は考える人のポーズだといいます。2016年2月大腸や肛門を専門とする高野病院熊本市の医師らのチームが、フランスの彫刻家ロダンの彫刻、考える人のような前傾姿勢を取ると洋式トイレで排便しやすくなるという研究結果をイタリアの医学誌に発表します。肘に膝をつけるこの姿勢だと直腸と肛門のつながり具合がよりまっすぐになって便を出しやすくなるほか、肛門を締め付ける括約筋なども緩むといいます。便秘に悩んでる人はこの考える人のポーズを試してみたらいかがでしょうか。ただし考える人のように片手に顎を乗せても効果は上がらないそうです。ロダンの考える人は考えているわけではなく地獄に落ちていく罪人たちを上から落ちていってるよと見ている姿なんです。写真では顔の左側を写すと印象が良くなるんです。人に写真を撮られるとき、あなたは顔の右側と左側のどちらを向けることが多いでしょうか。実は男女の差や年齢に関係はなく、
顔の右側を写した写真よりも左側を写した写真の方が人に良い印象を与えることができると言います。体の左半分は右脳、右半分は左脳が制御しています。右脳は芸術脳とも呼ばれ、イメージやパターン認知を司り、左脳は理論脳と呼ばれ、計算や分析を司っています。そのため右脳が制御する顔の左側の方が感情を表現できるのだと言います。つまり好印象を与えたいなら左側を、冷静さを印象付けたいなら右側を見せると効果的なのです。西洋の肖像画が正面からではなく顔の左側を描いたものが多いのも、芸能人の宣材写真が顔の左側を見せていることが多いのも、こうした理由があるからなのかもしれません。しょっぱい試合とはどんな試合のことか。しょっぱいといえば塩気が強いの意味だが、最近ではしょっぱい試合のようにいまいちの意味で用いられることも少なくはありません。その由来を遡ると、不器用で相撲が弱いことを示す大相撲の隠語にたどり着きます。一説によれば、負けた力士は塩がまかれた土俵に体がつくことから、しょっぱい、弱い、いまいちという意味になったとも言われています。そしてこの隠語は、力道山を筆頭にプロレス界に転向した多くの力士により広められ、一般へ広がっていったようなんです。シューマイにグリーンピースが乗っているのはなぜなのでしょう。シューマイの上にグリーンピースを乗せるようになったのは、実は中国ではなく日本が発祥なんです。1967年、昭和42年、学校給食用のメニューを企画する中、子供たちにショートケーキのような見た目を楽しんでもらえるよう、グリーンピースを乗せたのがその始まりなんです。当時はグリーンピースの輸入量が増えた時期であったことから、これは瞬く間に広まったといいます。また給食用のトレーに並べたシューマイを数えやすくするために、緑色鮮やかなグリーンピースを乗せた、あるいは蒸し加減を確かめるために乗せたという説もあるんです。都会のネズミは今どこで暮らしているのか。かつて都会のネズミの格好の住処となっていたのは、地下鉄の駅構内だったんです。乗客の捨てた食べ物があり、巣を作る場所にも困らない。暑くもなく寒くもなく、天敵の猫や蛇もいない。ところが最近は、校内の施設改良や駆除、清掃など衛生管理が功を奏して、地下鉄校内でドブネズミの姿を見かけることはほとんどなくなりました。では、今都会のネズミはどこで何をしているのか。ここ最近ネズミたちの住処として人気が高いのは、低中層のビルの中なのです。かつて勢力を誇っていたドブネズミの数は減って、現在勢力を伸ばしているのはクマネズミなんです。このクマネズミ、体長は10センチから15センチほどです。餌を自分の巣に持ち帰って食べるという習性があるため、食べ散らかした跡を建物の中に残さない。そのためビルの住人たちはその存在になかなか気づきません。それが一層このクマネズミを野放しにする原因になっているんです。